いいよ、朝日日向です。見てください。てってれー。これね、今制作途中なんですけど、あのオリジナルのね、ウルトラ怪獣の人形を作ってます。そう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 。これなんていう名前だと思いますか？アントラーとかじゃないんですよ。似てるけどね。僕がね、思ってる。てか、僕の考えた名前はですね、ノコギラスです。はい。巨大昆虫怪獣、ノコギラス。って言った感じですね。そうそうそう。僕ね、今、脳内で、オリジナルウルトラマンを作ってまして、そのラスボスとして出現したウルトラ怪獣ですね。すげえスタジオで自作したウルトラ怪獣ですね。うん。結構ね、でかいんですよ。見てわかると。でかくないですか？よいしょ。そう。ね。木材とかで作ってるんですけど、結構ね、でかいんですよ。僕の顔よりでかい。ね。そうですよ。結構ね、でかいんですよ。ほら、立ってみてもこのぐらいの大きさですから。まあちょっと待って、直置きすると、床に直置きすると見えるかな。ほら、僕のね、膝のちょい上ぐらい、こういう角を入れると膝のね、ここに膝あるんですけど、のちょい上ぐらいの感じですね。それぐらいまで大きいと。すごくないですか？このね、角で、僕のね、オリジナルウルトラ戦士を、苦しめると。まだね、技とか決めてないんで、まあ、完成形になったらね、皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、もしよかったら、こいつの技を、ね、考えてください。もしね、僕がビビッときたら、こいつのね、なんか必殺技とかを、ね、ビビッときた必殺技を採用しますんで、ね、まあ設定上はね、一応なんだろう、防御力高めで、攻撃力高めで、もうゴリッゴリの最強ラスボスみたいなイメージなんですけど、もうね、カブトムシとかクワガタムシとかって結構なんか硬いじゃないですか。なんかそうで、このね、巨大昆虫怪獣もカブトムシとかクワガタムシとかをね、参考にしてるんで、結構なんか防御力とか高めに設定しております。必殺技とかもね、結構高めにしてて、脳内設定なんですけど、この大顎あるじゃないですか。これでなんかね、がっしりと捕まったらなんか結構危ない状態ですよみたいな。そう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 、結構ねやばい、強い、ゴッテゴテの怪獣って感じにしてるんですけど、まあ、とりあえず、必殺技は皆さんに分かってるとして、結構ね、かっこいい感じにしてるんですね。強くてかっこいい感じにしてるんですよね。まあ、まだね、完成とは程遠いんですけどね。ここに、これあるじゃないですか。これをなんか、手足の感じにして、これをなんか、まあ、昆虫ってなんか、触覚あるじゃないですか。その役割をしてるのが、この、これで、これが大顎。でね、いろいろまだ、ね、
手直ししたいところはあるんですけど、でもとりあえず強いよみたいな。でもね、もっとぐわーって伸ばしたいんですよね。そう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 。どこだ。あ、大きさの参考として、これがそのオリジナルのウルトラマンだとするじゃないですか。このネクサスさんが僕の自作ウルトラマンだとして、大きさの比較としてはこんな感じなんですよ。わかるかな。だいたいこんな感じなんですよね。もうこの時点でもうでかさわかるじゃないですか。これ500サオフグの前のなんか結構デカめのシリーズのウルトラマンなんですけど、ウルトラマンのソフビ人形なんですけど、これぐらいもうこれぐらいでかいと、これぐらいの身長差がある中で、なんか結構ねこうやってビシバシやりたいなという感じですね。こうやって挟まれたらもう危ないと、テレレーンみたいな感じで。そうです、結構ね強めな感じにしてるんですよね。そう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 。ね、結構強い、でかいでしょ。で、500ソフビだとこんな感じですね。これぐらいの身長差が金門。金門だと同じような色だから分かりにくいか。ケロニアわかりやすいかな。ケロニアはね、こんな感じに比べると、すごいでかいでしょ。500シリーズと比べると、こんな感じなんですね。まあね、設定のコメントとかお待ちしておりますんで。はい。はい、ということで、まあそうそうね。終わりたいと思いますね。もうそろそろね、着の時間なんで、はい。ということでね、もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。ということで、チャオ、バイバイ。設定待ってるよ。